すっぴんですみません。なんか、3日前ぐらいから、いきなり耳の裏に、ボーンってなんかめっちゃでっかいしこりみたいな。めっちゃ痛くてそれが。そのしこりがすごい気になって、これなんですけど、ちょっとカメラじゃわかりにくいねんけど、わかるこれ。めっちゃでかくてめっちゃ痛いの。ちょっと気になるんで人生初の皮膚科に行ってきます。おかえり。ただいま。おかえり。どうだった？出来物。いや、出来物は、粉瘤やった。粉瘤だったんだ。うん、でも、皮膚科の先生に、それよりも、取りすぎです。待って、それ皮膚科だよね。皮膚科です。内科とか、そういう、あれでもなく、皮膚科だよね。さっき、皮膚科行ってくるわって言って。うん、そう、この出来物を見てもらうためだけに行ったら、うん、これは粉瘤ですって1秒ぐらいですぐ言われて、うん、その後に、ジェシカさん、ちょっとあれですね。太りすぎです。もちろん見た目とかめちゃくちゃ可愛いんだよ。めちゃくちゃ可愛いし、絶対そのままでいいと思うの。で、ダンサーさんだし、多分それで確立してやってあるのかなとは思うんだけど、うん、体的に痩せた方がいい。痩せた方がいいし、BMI 的な数字が、156センチ、85キロ。30キロオーバー !30 キロオーバーで、第2肥満です。ちょっと待って、皮膚科でボコボコにされてきた。馬乗りになってボコボコに言われた。第2肥満です。痩せた方がいい。他に検査とかは大丈夫だった？血液抜かれて。血糖値は高め。血圧とかも測った？血圧測りましたけど、女性の平均、うん、今調べたところ、うん、私20代後半だと、100、いかないぐらいとか、そういうぐらいなんですけど、うん、私60代ぐらいの血圧でした。お父さん世代と同じ血圧。笑えない。笑えない。あ、泣いた。別に食べたい。すごい食べられる。別に、太ってんのが悪いとかじゃなくて。このままがいい。けど、一回健康になろう、なろうっていう。ね。このままがいいけど、ドクターが。私も最近皮膚科行ったけど、あんまり皮膚科で体重言われることないから、本当に。はい。よろしくお願いします。一緒に頑張ろう。はい。ゼロプリー今何が楽しいんじゃ、生きててすごい話題に発展してるみんなそんなこと話してる場合じゃない。何そんなこととか言うなよごめんジェシカ痩せないとダメになった。ダメ31キロオーバーで太りすぎって言われたから。どこで皮膚科に。珍しい。珍しい。内科とかじゃなくて皮膚科医に。なんで皮膚科行ったの？そもそもここに粉瘤できたから行ったら、うん、そのことより太りすぎてる。珍しい。普通身体検査とかで呼ばれるの。しかもカルテに自分で書いたやつやの。カルテで自分で身長と体重156センチ85キロって書いたやつを先生がんってなって、そのまま、BMI ってな感じで Google で検索して身長と体重入れられたら、肥満ですって。そんな線でも分かってんのになのでジェシカダイエットします。ほんまに？え、何キロ痩せる気なの？ガチで31キロ。え、怖いって。それってさ、太ってるから粉瘤ができるの？出る油がの量を超えてるから、食う量がだから溜まってしまうみたいな感じのニュアンス。あ、そういうこと。ニュアンス、まあ分からんけど、自分もなんか頭真っ白になっちゃって、それで、まあ言わない、肥満とか言われて。31キロオーバーやもんな。そうそうそう、頭真っ白になっちゃって。でももうすでに健康じゃなくなってるってことやもんな。そういうこと。できちゃうってこと。あ、うん、そうか。だから、まあダイエットっていうか、健康になろうってことですか。もう私もアラサーなんで、もうちょっとですね。お前ね、29歳ですよ。最後の20代になるんです、今年。はい。だって元気でいてほしいもん、ずっと。でしょ？不健康でいてほしくない。確かに。そんな元気なジェシカが。
そう、確かに痛くない。自分は、まあ、正直このままで痛いし、うん、で病院の先生もそういうあなたはかっこいいし可愛いからそのままでもいいと思うって言ってたもん。うん。でも体的にはほんまにやばいって言われた。かましでやせると、はいはい。だから、ビークーってだって、うん。あ、じゃあ、健康のためにも、うん、みんなとこれからずっと一緒にやっていくためにも、うん、健康体になろうじゃないかっていう、うんうん、ことでみんなに報告させていただきました。あ、これ決意表明？決意表明。あくまでも健康になるためにってことですね。そう、あくまでも健康になるために。健康になろうっていうことね。はい。ジェシカ健康になろうです。応援します。ありがとう。でも、はい、勝手にしてって言ったらどう？いやだ。こういう時ってみんなの協力が必要やん。やろ？え、じゃあこれからダイエットスタートするの？はい、そうです。え？私たちも？私だけです。ああ。あ、よかった。安心してください。でも私たちそっちは勝手にやってください。なんでそっちは勝手に痩せたかったらやってください。こっちは結婚に害がある状態です。はい、別にあなたたちはなんかその美のためにとか、まあいろいろあるじゃないですか。はい、私そんなじゃないんですよ。別にこれが美やと思ってるんで。はい、で、私は健康が一番なんで。まあ確かに。はい、だから。言っちゃえばドクターストップ語ってますみたいなことですね。そんな朝はっきり言わんといて。おーちゃん。ドクターストップとか。え、どれくらいの期間かけてダイエットするつもり？え、でも実際そんなバーンとかは、うん、それはまた健康に悪いやん。はいはい。だから、うん、まあ、期間は特に決めてないけど、うん、ゆっくり痩せていこうかなって長く。長くで、私らがさ、やりたいけどやってない試してほしいダイエット方法とかって、それをやりたい。めっちゃやってほしいかも。そんなんをやりたい。だってさ、どうせ痩せんのやったらさ、うん、なんか視聴者の人もさ、うん、あ、こん時ジェシカちゃんこんな痩せたんやとかさ、うんうん、こんな落としたんやみたいなことをさ、言ったゼロプリ、ミニプリもゼロプリも共に協力してほしいわけよ、うん、ジェシカの健康のために、はいはい、それをちょっとみんなにお見せできたらなと思って。おじゃあ一人提案したダイエット方法を 1,2 ヶ月試してみて、うん、それの最初から結果を1本にしてみるっていうのはどう？だから3本出る可能性があります。確かに決まりです。1ヶ月ごとに変わるんだ、ダイエット内容が。でも1ヶ月じゃ効果出えへんやつとかもあったりするやん、まあ、だからそれは2ヶ月とかさ、はいはいはい、全体的に出やすい習慣を全部で決めたりとか。あれ先生、うち今先生見つけた。私もダイエットしたいしたいって言ってできない人間なんで、やっぱ試したいダイエット方法とかいっぱいあるわけですよ。そうですよね。いや、それをモルモットになっていただいて。はい、ま、確かに任せてください。私が全て、継承してみせます。ゼロプリ、私やってもらいたいやつあります。早速ですか？はい、どうぞ。なんかはじめ社長がダイエットしてたの、はい、元々細いのにダイエットして、しかも10キロ痩せてたの。えめっちゃ痩せてると思って動画も全部見たのね。でそれやってたのが16時間ダイエットだったの。おお。8時間何でも好きなもの食べていいけど、うん、16時間はまあ空腹の状態、はい、お水だけみたいな、うん、でもその8時間は本当に好きなもの食べていいの。オートファジーね。そうで、はじめ社長は1日1食みたいな感じだった。でも好きなものは食べれるし、太りそう。だって限界はあるやん、自分の胃の、うん、で8時間の間でお腹が空くわけでもないやん、うん、でもその8時間過ぎたらもう16時間後じゃないと食べられへんから、うん、結局必然的に1日1食みたいになっちゃうのよ。そうそう、オートファジーって。やから多分痩せてくね、はい、じゃあその8時間はどこでもいいの？そう、うん、言ったら夜中の2時でもいいと。そうそうそう、24時間のうちのその8時間が使ってるものどこでもいい。ラーメンとかでも食べます。え、でもそれやったら最初から始められそう、うん、だって食べたらあかんって言われてたわけじゃないもん、うんうん、だって12時から始めたら8時までは食べれるからね。すごい、うん、でも私もやってほしいな。ゆきぽよちゃんがやってた血液型ダイエット、何型？多分 B やろ。で痩せやすい食べ物と太っちゃう食べ物があるのよ、血液型によって。でその太っちゃう食べ物を一切禁止にして、うん、食べてもいいよって言われる食材だけを何でも食べてもらう。そこに書いてあるもの全部は何食べても OK。 別にその制限もないんや。そう、普通にそれだけを食べて、うん、だから時間もいつ食べてもいい、ここには書いてある食事なら。なあ、全部いけそう。全部辛くなさそう。確かに食べれてはいるもんね。食べれないってことじゃない。なんかもう今日から食べれませんってなるんかなと思ったから、うん、
それやったら続けられそう。でもちょっと B 型が何食べれるかによって変わってくるよね。お肉、ラーメン、唐揚げ。あ、めちゃくちゃ望める。お肉、ラーメン、唐揚げ、グラタン。お肉、ラーメン、唐揚げ、グラタン、寿司、ハンバーグ。全部だ。お願い。パスタ。あ、すごい。お願い。カツ丼。おわも、洋も全部いって。お願い。中華も全部いって。お願い。チャーハン。お肉、お肉。白米は適度な量であればダイエットの味方になってくれます。お肉はラム、マトン、いらん、赤身、いらん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 と、いらんと、いらんやん。なあ、うちいらんと、いらんと、いらんのやけど、それ。魚介類もあります。おお、サバ、いらん。酒、あ、鮭、マス、いらん。あんこ、いらん。タイ、おい、タラ、イワシ、いる、あ、いらん、サグラ。野菜もあります。お、人参、キャベツ、紫キャベツ、芽キャベツ、パセリ、ほうれん草、ナス、さつまいも、山芋、生姜、ブロッコリー、ピーマン、椎茸。いや、多いね。うち、キャベツあんま好きじゃない。ちなみに、人参が結構いいらしいよ。あんたの場合。全然いらん。ちなみに、果物もあります。うまい！ぶどう、パイナップル、バナナ、プラム、パパイヤ。え？めっちゃいいやん。ちなみに、あなた、牛乳、卵、ヨーグルト、チーズいけます。おー！普通の食事です。ほな、ちなみに、はい、オリーブ油、甘煮油、カレー粉、唐辛子、マヨネーズいけます。そんなん、うちマヨネーズいけるんやったらマヨネーズだけでいいの。マヨネーズの部分だけ取ってた。うちの好きなもん並べてるんじゃなくて、すごっ。ちなみに、それ紹介してる、うちの好きなお肉はラム、マトン、牛肉。いらん、いらん、いらん。チーズとかいろんな調味料あるけど、お肉それ。ラム、マトン、赤身だけです。あんま効かないもんだっけ。はい、油なんかあればあるほど言うに。あかんの。でもマヨネーズいきます。ガチじゃ。これ B 型。わかった。いいものだけを食べて生活をする。うんうん、やってみてほしい。はい、わかりました。B 型ダイエット。血液型ダイエット。ロータクシー生活とか。無理無理。1ヶ月か。それ面白い。お願い、お願い。じゃ、ほんまにそれだけやめて。じゃ、マジで無理。ほんまにやらなあかんくだから、ほんまにやめて。絶対守られへんから、みんな。でもチャリいけんだよ。あかん、意味ない。タクシー大好きだ。ダンスしてその後タクシー乗らへんのか。ありえん。もうこっちは動いてんねんから。やめてくれ。ノータクシーだってダメ。うん。いや、ノーウーバーとか。無理無理無理。そんな。いやいやいや。無理無理。無理無理。無理無理。絶対無理。じゃ、今の生活から何か禁止されるのが無理。食事だけはいい。食事は変える。舐めんなって言うな。ガチでうちを落とすためにこれを やろうって言ってるから、うん、で最初から挫折しちゃう系のダイエットは、まあ、ごめんなさいやけど、うん、なるほどね、うん、成功体験作ったもん、ね、まあ、じゃあシンプルに私も気になってた医療ダイエット、肥満外来みたいなこと、肥満外来とか言わんといて。友達を見て、友達を見て肥満外来っていうのだけだよ、見て。先生もついてくれるってことだよ、ね、あ、そうです。でも、それちょっとチームしてくれるみたいな。ガチで、ガチで今、多分同じ悩み抱えてる人っておると思うね、うん、すぐそんな動くも嫌、うん、食事制限もそこまでしたくない、うん、って人、うん、多分気になると思うから、うん、絶対そう。それはやろう、じゃあ。え、医療ってどっからどこまでが医療？うん、脂肪吸引は医療？脂肪吸引とか、脂肪燃焼のなんか、そう、なんかこういう、ね、多分冷却、脂肪冷却みたいな。え、でも気になってた。人生で一回もやったことないから。それいいんじゃない？いいよね。うん、え、あんたも入れたいってこと？入れたいですから。あれ？おかしい。なんか、火ついてるよ、一緒に。でもめっちゃいいんじゃない？それ。いいよね、医療ダイエットね。うん、いや、ごめんなさいね、もしこれで効果出えへんかったら医療ダイエットやってるけど、皆さん。それはほんまガチガチでやるから。ガチガチでちゃんとやるな。うん。だから、え、これ、案件とかはないですよね。お願いします！待ってます、案件ください。でもほんまに言っとこう、効果あるやつじゃないと、ね、ほんまに、ね、企業さんが悪い、うん、マイナスに取られちゃうから、そうだから、ガチでやるんで、ガチでちゃんとやるんで、うん、モニターさせてください、じゃあ、はい、うん、でもあの今言った通り食事制限はないですから、じゃあ、はい、医療ダイエットするとき、それでも自信がある企業さんの方は案件を、うん、でそんなあなたでも痩せれるよって最高の広告塔になれますんで、私。確かに。でも確かにそれで痩せたらもうすっごいプラスよね。うん、で嘘もつかないですので、絶対に。なので、うん、良くなかったら言います、良くないって。いやでもガチでちょっとやりたいんで、うん、ちょっと金曜の皆様お待ちしております。でもこれ時期見てね、
なんか全部試してほしいよね。うん。ただ本当に無理しない程度、多分倒れない程度に。うん。そうですね。確かに、ね。あくまで健康のためなんで、はい。健康的に痩せられたらいいね。そうね。てかそういうマインドをちょっと変えていかないと。はい。うん、やっぱ昨日2時にピザ食べてたんで。うん。あんたって好きなことしすぎ。幸せやね。この動画出た時にさ、みんなが試してほしいダイエット方法とかコメント欄に書いてくれたら反映さ、あ、確かに。みんなちょっとコメント欄で書いて、長期的に考えてるんで、うん、いろんなダイエット方法を試したいのでしかも今言ったやつにな賛同してくれるでもいいもんね、うんうん、そういう意味気になってましたとか、うん、私これも試してほしいかもとか、うん、ぜひ言ってください。みんなのコメントがあればあるほど頑張らないといけないです。いやそうですよ。でうちは人に期待されればされるほど頑張れるんです。かっこいい、かっこよ。そしてコメント欄では褒めてください。ちょっとびっくりしたねとかそういうこと言われるとやる気なくなるんで。はい、わかります。はい、わかりますよ。思ってても、いいことしか言ってこないでください。はい、わかります。これは、お願いします。あ、みんなこれ、そうかわされる。私は、あなたのために。すごいすごい。言ってるので、ねえ、バキバキババ。やばい、ジェシカちゃん。お願いします。頑張ります、私は。はい。はい。そうしてください。そうしてください。何ですか、おっさん。ホームルーム、ホームルーム。ホームルーム。あ、どうぞ。何ですか？医療ダイエットとか言ってたけど、私縛りたいとか思って。あ、待って、やっぱこいつなんか声ちっちゃ、感化されてる。私聞いてたらどんどん痩せなくなってるやん。この人そういうとこあるから。え、待って、うちも心強いで、そうなると。しかもここに住んでるしね、二人は。うん、そうやね、心強いで。そうそうそう、なんかジェシカもさ、ご飯一緒に食べないとかなったらさ、私も絶対に一緒にやった方が、うん、優しい。すごい、みんなも、うん、なんか応援してほしい。だからそのミニプリたちも、ミニプリたちにも応援してほしい、うんので、うん、いいね数あるじゃないですか。はいはい、高評価ね。高評価、高評価、はい、がこの動画の高評価が1週間で1万高評価、うん、おお、いったら一緒にやります。頑張れると。頑張れます。1万いいねって結構やで。そうや、だってうちら普段は2000とか3000とかだからね。応援してもらいたいという。いやでも確かに再生数とかで言ったら、うん、みんなが押せば余裕やん。そうやね、まあ、可能ではある。可能ではあるし、だからジェシカからも頼む、お願い。みんなが応援してると思ったら大内頑張ってくれるから、うん、で大内も頑張りたいと思ってるやん、うん、でジェシカもおった方がいいやんってことは、高評価お願いします。でちなみにこの動画が出て1週間が締め切りやんな。1週間の間に1万いいねやんな。そうってことですか。そうです、わかりました。だってそんな無期限やったらいつの間にかしちゃうもんね。そうだね。みんなお願いします。私からもお願いします。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 お願い、ほんまにお願い。どうするこの二人に感化されて、うちらもやりだしたら。ありえる。ありえる。そうチャンネルだったら。まあでも健康のために、やっぱ二人とも。そうね。最近お酒の量が増えてきちゃってんだから。おうちも第一肥満やから。そう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 。第一と。え、何肥満だ。うち第二です。このさらに上。標準第一第二、標準第一第二肥満です。確かにあなたもやった方がいいんで。皆さん標準じゃないんでね。標準に行こうよ。おうちの健康のためにも、私のやる気のためにも、皆さん高評価絶対。確かにあくまでも健康体になるためね。みんなお願いね。お願いします。みんなの応援でジェシカとかおうちとか頑張れるからね。チャンネル登録よろしくね。いいねも絶対押してて、コメントくれたら喜ぶよ。その他の SNS フォローもよろしく、よろしく、よろしく、よろしくね。チャンネル登録お願いします。